はい、集合いたしました。日本のトップスキーヤー最終ステージのトークショー始まりました。皆様こんばんは。すごいメンバーです。日本全国6万人、そして、8万人ほどのですね、基礎スキーで頂点を目指そうという方々の頂点のトップ12です。すごいですね。皆さん、皆様本当ね、こちらの素敵な選手、今一度大きな拍手。何かありました、何かありました。俺何か間違えました。今じゃ何を揉めたんですか。大丈夫じゃなくてさ、番組が回ってんだからお願いしますよ。ということで自己紹介を、バーッといきましょうかね。まずは、チャンピオンのこの方から。吉岡大輔です、よろしくお願いします。イエーイ。さあ続いては。はい、丸山孝雄です、よろしくお願いします。はい、井山圭介です。はい、柏木義之です、よろしくお願いします。はい、武田龍です、お願いします。松田聖香です、よろしくお願いします。大場あかりです、よろしくお願いします。赤松香織です、よろしくお願いします。砂原優衣です、よろしくお願いします。金子歩美です、よろしくお願いします。佐藤栄一です、よろしくお願いします。はい、この、そうそうたるメンバーで、電車がなくなっちゃうんで帰っちゃった朝子ちゃんがいれば全員揃ったんですがね、この11名で、スーパートークショー1時間ゆっくりまったりとお送りしたいと思います。司会進行ですね、今日8時間ノンストップで喋っております、スポーツ DJ マッスル力也です、どうぞよろしくお願いします。真面目な話を半分、面白い話を半分と思いましたが、ここからもう台本全くございません。何を喋りたいか、何を言いたいか、マイクを持った人間が喋るという時間にさせていただきます。喋れなければ僕もずっと黙って待っております。誰が一発目喋るでしょうか。もちろんやっぱりチャンピオンの吉岡大輔君でしょう。お願いします。Google 今携帯いじってましたからね。そうですね、本日は結婚式か。足場のね、悪い中お集まりいただきましてありがとうございます。どうします、何の話しましょうか。そうですね、技術戦のやっぱり話しましょう。いいですね。はい、まあ、2年間ルッツでやって、やりましたね。はい、やりましたね。まあ、なかなかいい大会で、そうですね、そうですね、ちょっとあんまり話すことなかったかな。いや十分ですよ。優勝した、要因といいますか、優勝するまでに何か今年はテーマがあったんですか。いや、まあ、テーマというか、僕はコブが苦手だったので、もうそこの練習をとにかく一生懸命やって、はい、っていう形ですね。なるほどね。はい、吉岡君のお父さんって北海道のね、ナイスの近くに宿があって、はいはい、いや、まあ、なんかちょっと中途半端な情報ですね。いや、余計なこと言えないから。僕はニセコ出身なので、はい、確かにルッツ高原から20キロぐらいですから、まあ、だいたい車で20分ぐらい。そこからこうやって移動したんですよね。そうです。で、宿はやってないんです。あ、宿やってないです。宿はやってないです。お蕎麦屋さんと。あ、そうなのね。兄がお寿司屋さんやってて、なんかみんなよくね、北海道行ったら大好きに泊まったっていうから、宿やってるのかなと思ったんですけど。宿はやってないです。あ、そうなんですか。はい、宿はしてないです。じゃあ、ルッツの本線はニセコが通ったんですか。いや、大会期間中は県連で泊まるので。なるほど、ね、僕らはホテルで泊まってて、まあ、家族はいつも見に来てくれてましたから。来てましたね。はい、はい、はい。まあ、そんなですね、生まれ故郷で優勝おめでとうございます。ありがとうございます。はい、さあ続いて誰が喋りますか。やっぱり準優勝の丸山孝雄ですか。なんかマイクを持った人が喋るってルールが変わってるじゃないですか。すいません。はい、すいません。あ、じゃあもう、すいません。仕切り直しをします。すいません、仕切り直しをします。はい、おめでさ、はい、2位の丸山孝雄さんです。はい、はい、2位でした。はい、丸山孝雄です。はい、うん、僕たち北海道に技術戦があったから、うん、ハイシーズン中滑りに行けるので。あ、そっか。はい、この2年間はね、すごく、
僕は特に八方が地元だったので、はい、今までね、うん、そういった意味で北海道に行けたのは良かったです。そうだね、ロケとかなんか仕事でちょこちょこっと行くには行くけど、うん、はい、戦いの場として北海道に行く、うん、喜びの一つだったの。そうそうそう、北海道でいい雪を、うん、シーズン中に滑れたのがすごい良かったです。そうだな、うん、あれ本戦の時もすごいいい雪だったけど、前乗りして練習してる時もやっぱりいい雪だったんですか。いい雪でしたよ、はい、トップの選手って練習の他にパウダーがあるから、はい、パウダー滑っちゃうかなっていう時間は、ね、一応ね練習は練習って決めて、雪が降っても練習頑張って、はいはい、まあ、いい雪で滑りいきたいなと思っても練習頑張ったりします。要は、ね、スケジュールが結構決まってるじゃないですか。タイトですか、はい、その代わり撮影とかで、まあ、それこそさっきのニセコとかでパウダーを滑るとか、そういう時間は作らせてもらってましたけど、だから北海道の技術戦になったことですごく普段できないことができたので、うん、はい、その喜びがね、はい、楽しい2年間、楽しい2年間だと、はい、さあ、そして、第3位のね、飯山圭介君、はい、ワンツースリーしか喋らせませんからね、はい、ご安心くださいね。わかりました、はい、3位でした、はい、3位でした、もうこれ放送事故って言うんですよ、止まるのはね、コマーシャルやったらこうクマさんになっちゃうから気をつけてね。さあ、地元北海道の、2年間いかがでした。そうですね、やっぱりね、地元っていいですね、朝の情報番組とか夕方の情報番組が北海道のいつも見てる番組だったりとか、あ、そういうことね、うん、なんか、いいじゃないですか、地元番組ね、地元感、ああいうのってすごい、あ、そっかそっか、で、出るんで、で、今まで本州でしかっていうか、長野と新潟でしかやったことなかったんで、だから普段、頑張ってね、行ってらっしゃいって言って言ってた人たちが現地で見てくれてたんで、はい、おー、なるほどね、うん、だから普段見れない人たちも見れたっていうのと、あと子供たちが北海道ジュニア多いんですよ、いっぱいいたね、技術戦こう出てる子たちが多いんで、はいはい、なんかそういう子たちが身近でああいう大会を見れたっていうことはすごく大きいなというふうに。なるほどね、はい、まあ、その2年間終えて、八方に、移動となります。はい、また敵地アウェイに行きます、はい、どうですか今の気持ちは。今まだちょっと出るかどうかまだ決めてないんで、はまだ想像つかないんですけど。さすがマルチスキーヤーですよね、テレビ番組持ってる、ラジオを持ってるね、コマーシャル出ちゃう、白い恋人ってね、白い恋人美味しいんですよ、美味しいよな。もういいですよ、もうここまで来たらもう何言ってんだよって入ってきていいんで、ね、まあかりがなんか言いたそうですね、言った方がいいですよ。いや、白い恋人美味しいんですよ。あ、そうですか、はい、かぶせてきたね、最近また美味しいんですよ、生の美味しいですよね、はい、私も小樽生まれなんで。あ、小樽生まれなんだ、はい、北海道生まれの人は何人いますか。あ、結構いますね。あれ、生まれただけ。吉行は北海道じゃないの。本家北海道、じゃあ手挙げなきゃ。あ、いや、すいません、せっかく喋ってんだからマイク渡してください。っていうか北海道多いですね、やっぱね。そうですね、僕は出身は北海道じゃないんですけど、柏駅の本家が小樽なんで、うん、そういう意味で源泉がルフツだったんで、20年目以外に親戚に会えたんでよかったですね。あ、なるほどね、はい、さあ、アウェイを感じるっていうか、長野の方から北海道っていうのは先ほど言って楽しかったなと思いますけど、スキーは強敵がやっぱ多いですか。大したことないですか、丸山孝君。強敵多いですか。お、いや、上手なスキーは多いですよ、やっぱり、はい、特にジュニアの子たち、ジュニアの子、はい、上手な子多いですよ。やっぱジュニアの子はやっぱり北海道出身の先輩の背中を見て滑ってるわけですよね。そうですね、あとレーシングの方でも、はい、北海道強いですよね。あ、やっぱりね、はい、何が違うんですかね、北海道の人が強いって。何が、僕じゃなくて、いやいや、一応あんた長野だからね。何が強いのかな、北海道の人。あ、やっぱり山との距離感じゃないですか、町の、なんですか、札幌って190万人ぐらい住んでるんですけど、やっぱその中、その人口の数に比べてこう各地にスキー場がたくさんあるんで、なんかそのスキーやるきっかけがめちゃくちゃ多いのかなというふうに思う。なるほどね、そういえばそうですね、北海道、ガーッと北海道にスキー場ありますもんね。そうなんですよ、なのでまあ、夏は野球サッカーやって、で、冬はスキーをやるっていう子供たちがすごく多いんで、そうなるとやっぱりスキーっていうのがみんな選ぶっていうのが多いですよね。ですよね、っていうかスキーをしなきゃいけないっていう環境かもしれないですよね。そうなんですよ。ところで新潟はどうなんですか、新潟は子供大丈夫ですか。
新潟どうなんでしょう、新潟の方は。新潟ですね。はい、それか、はい、じゃあ新潟チームから見る長野北海道はどんな感じでしょうか。すいません、結局お題を出さなきゃ喋れないで困っちゃうんですけどね。新潟どうなんですか。いや新潟も、まあ、北海道よりはシーズンも遅いですし、うん、はい、ちょっと12月は北海道の方に競技やった時も遠征に行ったりするんで、ちょっとシーズン遅いですけど、うん、でも小さい時からやっぱりスキー授業とかで小さい子滑ってるんで、スキーは近い感じはしますよね。あ、近いところは近いで、もちろんある、はい、あるということね。そうですね。マスターのね、僕、はい、北海道で生活してて、ちょっと中学校で新潟行ったじゃないですか。生活に近すぎて、リゾートとかペンションみたいな、こういうで地元でやってる子たちがやっぱ少ないんですよ、逆にね。だから本当北海道のアルペンやってる子たちが技術戦にごぞっと入ってくると、僕とか新潟とか高野長野の選手もしかしたら勝てないかもしれないです。だからこの人数少ないんですよ。本当はもっとすごいアルペン選手いっぱいいて、その子たちは技術戦になかなか移籍してこないんです。なんで移籍してこないんだろう。だからペンション系、高校にちゃったらペンションホテルやったりとか、はいはい、うちもスキースクやったりとか、うん、そういう子たちが圧倒的に少ないんですよ。野球少年、サッカー少年、スキー少年だから、うん、お父さんたちは普通の会社員の方とか多いから、うん、大学で卒業しちゃったらそのまま就職する方が多くて、なるほど、ね、本当はさえられるとすごいいっぱいですけど、多分7割ぐらいは来てないと思います。その7割が来ちゃったらもう長野、新潟、群馬、山梨全部やられちゃう。やられる可能性もあるんだけど、人口多いよね、だからね。ただ新潟長野選手は割り切って高校とか大学まで好きやって、ええ、もう技術戦に行きますよって割り切ってる選手も多いんですよ。だそういう意味では、まあ、やってみたらどうなのかって気がしますけど、でもかなり才能あるスキーヤーが、はい、多くが技術戦にはトライしてきてこないっていうのが現状だと思います。なるほどね。どうでしょう、その9年間優勝した女王様からして、はい、そういう7割ぐらいとかね、今スキーをどんどん離れていく選手を技術戦にこうやって引っ張ってくると、今ジャッジングする側からして何をすればスキーをみんな技術戦に出てくるのかなと思います。今でもある一方で、はい、結構スキーを社会人スキーヤーで一生懸命やってて技術戦に出てきてる方も結構いるんですよ。はいはいはい。なのでまあ元々レースやってた人が、まあ、技術戦に、まあ、つながってるっていうのは少数かもしれませんけど、はい、まあここに来てる、まあ、皆さんが、うん、シーズン中頑張って技術戦にチャレンジして、それで、まあ、技術戦に出れてるっていうのは、まあ、結構このトップ選手と一般スキーヤーとの距離がある意味今の技術戦は縮まってるんで、そうですよね、まあ、そういう意味では幅が広くなってる部分もあると思います、うん、もっとチャレンジしてもらいたいですよね、はい、そうですね。だって今もう道具はもうかなり滑りやすい道具ができてますし、そうですね、コースも整備されてますし、うん、この中で OL サラリーマンをやってトップ選手をやってる方いらっしゃいますか。やっぱりもうスキーにもう全部専念してるってことですよね。おお。あ、じゃあちょっとじゃあね、ちょっと前方が昭和のエアロビの先生。会長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 です。はい。サラリーマン。取らないの。OL。OL。社員さん。あ、社員さんです。トップ選手。おお。そうだよ。じゃあね、じゃあゆいの方からね、OL やっても技術戦に出れますよっていうね、勇気をつけるなんか一言。出れます。出れます。でも、私、まあ、会社員としてやってますけど、はい、基本的にはこう選手として活動させていただいてるんで、そういう面では、まあ、普通のこう会社員の人がこうスキーをやってるのとはちょっと違うのかなっていう感じはしますけど。でも実は選手じゃなく OL でしょ。そうですね。はい、OL? そんなかっこいい。えあ、なんかいた、まあ、だからサンデースキーヤーってことですよね、聖火ちゃんが言ってるのは。ああ、そういうことだ、はいはい、月金でちゃんと仕事をして、土日の短い時間で、うん、技術戦トライしてる人がすごく増えてきたってこと。そういう人たちでも、全日本に行かれる方、結構多いじゃないですか、僕も結構、県連の予選で僕、喋ってますけど、はい、増えてますよね、はい、でも、あの空気に飲まれちゃうんですって、あの場に行って、なんだ、閉会式で、開会式で、ゼッケンをつけた時点で、うん、もう満足しちゃうっていうのも、分かれる気がするんですよ。壁がでかいっていうか、まあ、そういう方たちって普段トレーニングするときに、まあ、今ここにいるメンバーのレッスンに実際入ってたりする人もいるんで、ですよね、多分一緒の舞台に立てちゃったっていうだけで満足だ、もう満足してでしょう、ね、そこで、はい、もう感無量の人もいると思います。なるほどね、はいはい、さあそうそう、喋ってない方が喋る時間がやってまいりました。武田龍
はい。いいね、北海道は。いやその技術戦出る出ないっていうか、はい、まあ、なんかこう各県連に登録するじゃないですか、はいはい、それで、まあ、出る分には申し込めば予選は出れるわけですよ ね、 うん、なのであまりこう高いくらいのイメージを持たないでもらって、はい、皆さんでこう予選出てもらってちょっと予選は予選だけど、うん、一つのこうマラソン大会みたいな雰囲気で、はい、そうですよね、申し込んで出れますよっていうレベルではあるので、うん、そんなになんかかしこまってっていう感じじゃなく、うん、なんかな、うん、楽しくエントリーしてくださいねみたいな、そんな感じを僕も感じます、うん、あのやっぱり予選に出て技術戦の本戦で見に行ったことありますかって聞いたらはぁっていう人もいるんですよ、うん、でなんで出てるんですかって言ったら自分が滑って200何十何点っていうそのどこが今のポイントなのか、マラソンで言ったら、30分で、30 10キロを何分で走るか縮まっていく喜びがスキーで267ポイントから280ポイントに行きたいなっていう、うん、だまた違うなんか目標ができるじゃないですか、そうです、出てみて分かることもいっぱいあるんで、はい、だからね、予選を出る選手以外こういう楽しいスキーを、来られてる方々も本戦に来て、うん、この中みんなニコ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 やってますけどすごい真剣なシビアなシーンを見て、あそこを見て自分の滑りも点数を評価されたいなというふうにやってほしいですよね。そうです ね、 ね、こう唯一同じフィールドでこう皆さんで出れるような大会でもあると思うのでですよね、はいはい、すごく楽しいと思います。でもそのトップの方々はその一生懸命予選から上がってきた人が近くにいた時に威圧とかかけたりするんですか。かけないですよね。選手同士だってそんなのないですよね。ちょっとないでしょ。ないでしょ。ちょっとね、あのマイク高岡に私がポソ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 面白いこと言ってるんですよ。そんなことないですよ。そんなことないですよ。え、あるんでしょ。いや、ないと思いますね。でも声をかけられ、ゼッケンをつけた人が丸山高岡さんですよ、だったらはぁーとお前も選手だろっていう態度を取るでしょ。取りませんね。まあ、さ、あの3年前に、はい、たまたまその時調子よくて、うん、僕と高岡優勝したんですよ。で、圭介3番で、はいはい、リフト乗る時に俺は高尾にこう大差したんですけど、高尾は俺の気づいてたんですけど、圭介俺の前隣にいて、高尾がちょっとたまたま見てなかったと思うんですけど、圭介と無視したらしいんですよ。圭介が圭介のことを。おうおう。そしたらリフト高尾乗ってって、吉行さん今高尾を俺のこと無視しましたよって、そんなことねえだろみたいな。人としてって話ですよね。その選手っていうことじゃないですよ普通はね。いや多分 あ、 ね、あれだけね、多分見えてなかった。子供にね、自分の息子におはようございますちゃんと挨拶しなさいって言ってるの自分やってないんだから。まあ、スキーヤーとしてじゃないですもん、人としての話ですから。でもそれはどっかと時が話になって、高尾はたまたま見えてなかった。おですよね。そうですね、わかんないの話か。でもさ、人としてって言ったらもっとひどい人としてがあるんだけど、いいよ、喋っていいよ。ちょっと今、間がダメだったっすよ。すげー、今すげー面白いこと言おうとしたんですけど、ま、間がもう開いちゃったんで、ちょっとダメですね。え、それでマイク返すの？切ったよ、ほら。人としてどうなの？ねえ、人としてどうなのよって人のことを言っておいて、人としてどうなのよ。もっと人としてひどいのは、夜寝て朝起きたら、誰ですか俺のもみあん切ったやつ。こいつ切ったんですよ、こいつの。どういうことですか？人として多分誰もわかんない話。これ聞きたい方ですよ。僕もそろそろスキーの方を出そうと思ってます。そうそうそう。誰の話かわかんないです。大体わかります。丸山高尾と柏木義行の話ですね。まあそんな話はいいんですけど。人としてどうなの？今の話はちゃんとね、伝えた方がいいと思います。あ、じゃあ伝えます。はい。井山圭介と僕と柏木義行さんと一緒にサーフィン行ったこと言ってるんですよ、うん、昔よくやってたんですよ、はいはい、で泊まりで行ってて、はい、みんなで飲んで朝起きたら僕のもみあげがなかったんですよ。そう、あの時ね、もうこの大好きなもみあげがね、こうやっていつもこうやってピューってなったんだけど、なかったんだよね。大好きなもみあげかどうか分かりませんけど、あのそこを大事にしてたのを義行さんがカットしたんですよ、僕。おバッチンとね。そうで、義行さんのこと先輩だったから、はい、なかなか義行さんに切ったんですかって言えなくて、義行さんと同い年なんだけど、うん、まあ、スキーやってない人がいて、はい、その人にね、振ったんですよね、話を。違ったっけ、高脇さん。その時は高尾本当悪いやつで、はい、サーフィンで寝れないんですよね、マスさんも。だから寝ようするとガムテープでスネ毛全部取られちゃって、それであまりにもいたずらが過ぎるんで、ちょっと高尾ちゃんの年だからお灸据えてやろうと思ってやったら、はい、酔っ払って勢いで高尾の切ってしまって、うん、
で高尾結構怒ってて、そうすっごい怒ったもんね。僕って多分気づいてなくて、うん、その高尾くんって俺同級生がいて、はいはい、その人のことを遠回しに高尾がめちゃ怒ってて、うん、俺今日高尾さんやりますって高尾言ってるわって、うん、切ったの俺なんだけどと思ってまあ要するに何が言いたいかです。先ほどの話戻ります。人としてどうなのっていうのがやっぱトップね、アスリートだなっていう話をしたかったわけですね。でもね、それ丸子様とか人としてうちらいい人たちですよ。いい人ですね。お許したんだ。あのさっきの話戻りますけど、はい、僕たち長く技術戦やってるじゃないですか、はい、だから今更圭介と優勝争いするときに、うん、無視するとかそういうレベルにならないです。ああ、なるほどね、うん、だから人と施設のは間違ってるよってこと言ってるんですよそこを俺答えるとこなのかな今そのなんないんですよって言ってもね、はい、そうなんですよ。でもやっぱり今年も大輔くんと最後大輔くんが最終種目で僕のことを抜かしてスタートにいる時とかはそれまでの雰囲気とは変わりますよね。それまでの雰囲気とはちょっと変わって、どういうふうに変わるの、どういうふうに変わるの、難しいな。今まではこう大輔どうみたいな話はしたとしても最後の種目のスタートとかはもう1点差で逆転されてて、そういう時の心境すごい変わりますよね。その時大輔が声かけられたらどういうふうに答えようと思った。いや声かけてくれたらいや頑張りましょうっていうような感じですけど、自分から声かけなかった。まあそうですね、僕も声かけてなかったと思いますし、丸山さんもまあそんなような話はしてなかった、ね、はい、いやでもなんか僕挨拶したかもしれないですね頑張っすってなんか無視されたかもしれないです。そんな時なるほど、人として最後の最後で。いやでもでもやっぱ技術戦 の、ね、決勝のスーパーファイナルの時に僕は下で見てますが、上のスタート台はどういう空気なのかっていうのは9回も優勝してますから一番理解されてると思います。ね、やっぱり声をかけられたら困るもんなんですか、それともかけてほしいもんなんですか。まあ、その選手のタイプによると思います。タイプ、はい、人としてですね。やっぱり人としてですけど、私はもう期間中は1週間ぐらい誰とも口を聞きたくないです、その時は、はい、じゃあ声かけられたら無視をする。無視っていうか会わないように。なるほど。行動して、まあ、なるべく人の少ないところに行ったりとか、メーカーテントでみんな選手休むんですけど、はい、まあ、自分の時間作りたかったら外で待ってるとか、まあ、そういうのでなかなかその気分っていうかテンションが全く上がらないタイプなんで、あんまりこう人とのわーっていうのについていけなくて、ちょっと静かにゆっくりしてる方が楽なタイプだったんで、まあ人と話して楽だとか明るくしてる方がとか、まあそれぞれの選手のタイプがあると思うんで、私はもう相当暗かったと思う。なるほど人としてね、人として近寄りがたい雰囲気ですね。1年に1回1週間ぐらいは、はい、さあそしてね、後ろに立ってる歩みちょっとね僕も聞いてみたいんですよね、はい、以前僕聞きました、ね、聖火さんが引退されたと、目標にしてる人間が辞めてしまってすごく残念だという言い方をしましたよね。はいそう、多分忘れてると思う。いや忘れてないです、言いました。言った、はい、涙流しながら なんで辞めちゃったの、私のゴールやめちゃってさっていう、なんか目標がなくなっちゃったっていうことをボソッと言ったんですけど、あの時やっぱり聖火ちゃんの偉大さっていうのはあったんですか。まあでも、まあ、ずっと、まあ、みんながそうだと思うんですけど、うん、聖火さんがずっと連覇してて、はい、それをやっぱり止めて優勝してっていうのを目標にしてたと思うんで、うん、そういえば聖火さんがやっぱり引退するってなった年は、うん、やっぱり聖火さんに そんな言ったらこう失礼かもしれない、勝ちたかったなっていうのはありました。お、はい、でいなくなったからやっぱ次の年優勝できたけど、やっぱ聖火さんが抜けたからみたいになるんで、うん、それはちょっとこう勝ちたかったなっていう気持ちはあります。もう後ろから追われてるっていうのは感じた。まあ、追われてるっていうのもまあそうかもしれませんけど、うん、まあ、歩みと私は10歳年の差があるんで、うん、まあ、その世代がもうゴロゴロ育ってたんで、うん、なんかそこで私だけちょっと年齢がもういってて、うん、まあ、下からどんどん若い子が上がってきて、うん、なんかそこにずっと居座ってるのに違和感を感じて、まあ、世代交代かなっていうのがあったので、まあ、ここで私が抜けた方が、うん、この今同世代で結構戦うと技術戦が面白くなるかなっていうのもありました。すごい大人の意見だと思いませんか、はい、そうですね、僕も9回ぐらい勝ってやめようかなと思ってそうだよな、楽勝だもんな。ただ9回勝っちゃったらさ、やめんでもすぐになっちゃうからゆっくり頑張ってんだよな。そうなんですよ、はい、はい、目見ろよ目近すぎてるなるほどね、
さあそれではね、ここでどうしても喋りたい、スキーの技術戦というのはこうなんだよということを言いたい方いらっしゃいますか。さあ後半戦です、自己主張しないと、勝てない、あ、H が喋りたいとじゃあどうぞ喋ってください。はい、もういいですよ、あの勝ってる先輩方にあのちょっと質問でもいいし、いや、ちょうど今聖火さんがいいこと言ったなと思ったんですけど、いいこと言ったな、すごくいいこと言ってくれたと思うんですけど、ここにいる先輩たちもそろそろ空気を読んでいただいてですね。なるほどですね、はい、言いたいこと分かりますね。いや僕は分かりますよ。分かりませんね、はい、直接言ってください。はい、まあいるうちに、うん、なので僕らも倒して皆さんを引退に追い込みたいかなと思ってますけどね。これに対して、はい、適切な回答を、吉岡大輔がしてくれます。はい。ちゃんと聞いてきなよ。早く引退しろという言い方をしてます。俺がやっつけるとか言ってますが、どうします？まあまあまだ無理でしょうね。おそらく。なんかさっきもこの話。さっきも同じ話しましたね。じゃあチャンピオンから H が足りないというところはどんなところなんでしょうか。なんですかね。でもなんかその技術戦で結果が出ていくのってその本人もなかなかわからないところがあると思うんですよね。まあスキー技術をこう上げていくっていうのは当たり前で、なんかその大会中のなんていうんですかね、雰囲気だったりとかそういうのもあると思うから、まあ人のその何が足りないとかって僕はあんまりその余裕はないですね。考えてる余裕はないかな。はい、なるほどね。はい、自己主張されたい方いらっしゃいますか。なんか言いたいことある方はお願いします。だけど逆に聞きたいことありますか。はい、もうこれ放送事故ってやつです。しょうがないじゃん。1時間で台本何もないんだもん。もう空気読んでよって感じで僕からすると、はい、ですからね。うん、これ今井山圭介君が滑ってますが、これがデモンストレーター選考会出て。うん、デモ戦挟んだことによってなんかリズムが変わったとかそういうことあったんですか。いやこれねすごい信じられないと思うんですけど、うん、種目だけ言われててどんな内容で言ったらいいかっていまいちこう分かんない状況だったので、珍しいことに僕と高尾がゼッケン並んでたっていう。そういう時は会話してないですか。無視された。めっちゃしてました。すげえしてて、うん、これどういうふうに行くって言って、で高尾が僕の後ろだったんで、ケイスケの滑りと点数を見て決めるって言ってだからなんていうんですか、僕がこう滑る、ね、デモ戦なんでこうスピード感とか、はいはい、そのターンサイズ的なものと動きとかっていうのも、ある程度僕が最初にサンプルをちょっと一回提供して、でそれで判断するって。で僕がそんなにこうスピードちょっと早めのブルーク暴言だったのかよく分かんないんだけど、それで行ってじゃあ高尾違うパターンにで来てもそんなに良くなかったっていう二人とも良くなかったっていう。なるほど。これどこが正解なんだっていう、うん、それについては丸山さんマイクを通してこれっていうのは競技全日本の途中でやる種目だったんでしょうかね。まあそれは僕が意見することでもないから、ね。もちろんそうですけど、はい、戦闘モードに入っている間にこれを入れられることがいいか悪いかというのは選手の話を聞きたいなと思って、うん、いいか悪いかってはちょっと言いかねますね。ただまあそういう時もあるし別でやる時もあるし、うん、だからこの時はもうこういう日程がもう最初から決められてたんだから、うん、これに合わせるっていうのが、まあ、当然じゃないかなと思います。そっかそっか、そういうトップ選手がやる種目だから、はい、それに対してちゃんと答えることができるかっていうのをこう見られてるっていうことですね。そうですね。でもこのデモンストレーター選考会の成績と技術戦の成績は違うわけでしょ。違いますね。全く違う目線で、はいはい、なるほど、ね、ただ技術戦の成績、予選の成績とこのデモ戦の成績を足して総合順位が決まるんですよ。デモ戦の、はあ、だから技術戦の予選の成績っていうのが結構影響するんですよ、うん、っていうことは見えない課題が結構ありますね。うん、そうですね、うん、あとはやっぱり見られてる方がね、なんであの滑りであの点数なんだよとうんぬっていろんなこと僕聞かれるんですよ。でも僕ね一回勉強したら教本にこの種目はこの技術戦は何々を目的に何々しなさいって書いてあるんですよね、はいはい、それに適切にやった人が勝つっていうのを僕も伝えてるんですけど、はい、毎回課題って違うんですか。それはデモ戦の、いや技術戦で、技術戦の課題っていうか、これを何かを目的でこういう滑りがどうだろうこうだろうっていう僕読んだことあるんですよね。まあ一応テーマってやつ、ね、はい、うん、ありますよね、うん、ジャッジの観点っていうのは、はい、それと毎回変わるんですか。はい、毎回は変わらないですけどここ数年は一緒ですよね。あ、そうなんですね、はい、それはやっぱり理解能力があるのを
今ジャッジからあちゃんと勉強してるな理解してるなっていうのを点数に入ってくると。まあそうですね、あのまあそのテーマはあるとは思うんですけど、はい、あとはその大会の、うん、あまあ、トレンドの滑りとかトレンドの滑り、まあ、そういう傾向とかっていうのは、はい、まあ、そこに足されてくるんで、うん、ベースの技術と、うん、あとは今のスキー、まあ、用具にあった、はい、まあ、技術の進化を取り入れた選手、うん、そしてその日の状況とか、はい、まあ、雪質にマッチした、まあ、滑りができた選手に高得点が出るっていう感じなんで、ね、まあ、結構いろんなことが重なっていかないと、まあ、この場には立てないと思います。なるほど、はい、今すごくいいこと言ってますよね。あの女性軍何も聞いてませんから来年もここの場所にいないだろうと僕は思います。それを今ジャッジングしてますよね。まあジャッジにいるか分かんないのでちょっと待ってよ来年はまあですね、そんなですね、この技術戦のメンバーですけど、また来年は八方で開催となりますが、もう練習されて、もう指導されていると思うんですが、これってみんなに公開してもいいんですか？トレーニングはこういうことしてますよ、こういうことをやってるんですけど、みんなもやった方がいいですよっていう、なんかそういう話はないでしょうか？ああ、もう全然公開していいと思います。あ、まあ、そのそれぞれによって秘密にしてることはあるかもしれませんけど。じゃあ秘密に、するところは秘密でいいんですけど、はい、1日のルーティーン、1週間のルーティーンというのはやっぱ食べ物とか、はい、走るとか、筋トレをするというのは大体どれぐらいの平均でやってるんですか？平均みんな大体似たようなものなのか、加速をつけていくのか、途中で休憩するのか、その辺ちょっと聞きたいですね。まあそれはなんていうんですかね、それぞれの生活スタイルであると思いますし、はい、うん、例えば僕は夏にスキーをするので、はい、雪上で、はいはい、だからオフが決まってるじゃないですか、はい、だからその間にやらなきゃいけないことっていうのがあって、うん、でまあ最近ちょっと思うのは、はい、ちょっと僕も40歳になるんで、うん、少し関節にね負担がかかってくるので、やっぱりね、そう、労働の長い労働を走ったりすることがちょっと負担になってくるので、最近はその基礎体力をつけるのに労働を走ることから泳ぐことにこう切り替えてます。あ、なるほどね、はい、吉岡君は普段はゴルフばっかり？いやいや、そんなことはないです。でもゴルフもちょっと練習だとはなりますよね、自分の中では思って、うん、やっぱその技術戦戦う上で、1日目から、まあ、大体4日間とか、はい、気持ちをこう切らさないよ、切らしちゃうとよくないので、そういうなんかメンタル的なところはゴルフでも我慢するところ結構ありますから。ありますよね、はい、なんかよく聞くんですが、カートに乗らないで歩くのもいいっていう話聞きますね。あ、でもそうだと思います。でも結構6000メートルぐらい歩きますからね、はいはい、まあ、ゴルフもある意味オフトレとしてオンとオフで、もちろんサーファーの方もいらっしゃいますけど、サーフィンも泳ぐ力もつきますしね。井山君もですね、フェイスブックで見てますと、春までは上がらないものが最近上がったってのに3日前にアップしたじゃないですか、はい、あれって毎日やってるんですか？あ、毎日はやってないですね。へー、週に1回とか2回とか。それは何、ある日突然じゃなくて大体何曜日に行こうって決めてるんですか？そうなんですよ、決めてますね。ただなんか、うん、決めてますね。あ、そうなんですね、はい、それをやるときに何を摂取して終わった後何を摂取するとか、そういう決めてるんですか？決めてますね。なるほど、大体肉を食べる。肉ですね、やっぱり肉ですよね。でもなんかこの間聞いたんですけど、焼き魚をたくさん食べると将来ボケないって話をちょっと昨日聞いたんで。お、それも必要ですね、はい、じゃあちょっとそのお肉から少し魚も摂取していこうかなっていうふうに思って。お、あなたがさっきから脱線させてんだからね。すいませんまあまあ、ただね、皆さんとってもいい話だったな。でも筋肉には肉より魚の方がいいって言いますもんね。え、やっぱね、そうですよ、やっぱ出て、さすが詳しい、ええ、じゃあその辺聞かせてください。筋トレとかしてるんですか？筋トレ、はい、やってます。へえ。でも僕は、うん、決められて、うん、自分でこう決めてやるとまた自分でそれを変えて決めちゃうから。なるほど。決めてもらってそれ通りにやらないとやらないから。あ、ということはそれトレーナーがちゃんとついてるの。そう。いや、余裕がありますね、トレーナーがつくってことは。違います。お金があるんですよ、お金が。なるほどね。こら、そういうことじゃない。筋トレマシーン、筋トレ大好きはやっぱ柏木義行、体脂肪率がね数パーセントしかないですからね。駒沢公園でよくやってましたよね、最近は。最近はまあまあ走ったりとかウエットとかも自重でやったりとかいろいろ体感というか、まあそこそこやってますけど、今年は先週までガッサンでスキーやってたんで。なるほど。なんで今年はシーズン長く雪上にいたんで、まだまだトレーニングはそんなにやってないです、ね。あ、じゃあ今ちょうどオフですね。そうです、これからちょっとどうしようかなって感じです。みんなのオフ、まあそれ、まあ、H はやってそうもないんですけど、筋トレやってだっていいっすか、はっきり言って同じサロンチューズが閉まりないもん顔。え
あ、ちょっとマイクを出してください。緊張感を感じられないのが、はい、あなたのいいところなんでしょうか。僕、締まりないですか、うん、そうかな、そんなに太ってないんですか。いや、そうじゃなくて、締まりというか、あの緩みが多すぎるっていうか、女の子に近い顔をしてるんですよ。あ、そうですかね。これこの緊張、この緊張感を比べたら、これ座ったら大変なことになってますよ。あ、そうですか、うん、まあ、冗談ですか。それはちょっとまずいですね。まずいですね。はい、筋トレはしてるんですか。僕ね、まあ、今年武田龍君がちょっと動画上げてて、はい、太い綱を持ってね、こうやってやるやつが、あ、バタバタバタってやつね、はい、あれやってたんで、触発されて買いました。はい、縄を買ったんだ。買いました。あれだって借りてるんでしょ、ジムでやってる。ジムにあるんですけど。買ったの？見たらね、結構ね、家でもできるんですよ、あれ。あれおすすめです。はい、あれは、あれはな、何を鍛えるんですか。体幹がすごく、すごく体幹と30秒やるだけですごく大変。体幹結構見てるよりもあれすごい大変、かなりきついんですよ。きついっす。で、あれもこう全身運動で、うん、腕を使うんだけど足も使ってるし腹も使ってるみたいな。はいはいはい、完全に全身でこう固めながらやるみたいな。そういうトレーニングは導入されないんですか。いや、みんなこう経験はしてると思いますよ。あ、経験してるんだ、はい、へえ。導入されないんですか。いや、ちょっと俺汗、汗マイク2つ持ってる俺汗かくだけなんで、あのスキーブーツ履くだけでもう汗びちょびちょなんで、もう十分なんです、はい。もうそこからこっちに戻さないでいいんでね、はい。女性軍、筋トレしたらね、あのドレスもワンピースもスカートも、似合わなくなっちゃうからどうしようって考えたりはしませんか。あ、あゆみですか。筋トレといえばあゆみ、最近もうすごいですから、家にね、あ、そうです、自宅が、自宅がジムに行くのがめんどくさくなったんで、ジム作りました。いや、すごいけど、まだラックを買ってなくて、本当はフリーウェイトしたいんですけど、うん、それを買ったら結構一通りも家でできちゃうなっていう。全部いくらぐらい触発されて、私もあれ買おうと思います。これ名は外に付けたいなって。すごいね、あゆみ。エアロバイクも買って、買って雨の日でも、雨の日でも、はい、行く時間が、やっぱジムに行く時間の方がもったいないなと思って。いや、行く時間があって、終わった後にシャワー浴びてコンビニでアイスかなんか食べて帰ってくのがいいんじゃないですか、自分って。アイスはダメじゃないですか。アイス食べてプロテイン飲むっていう。あの、まあ、はい、例え話ね、はい、今日も頑張っちゃったと。これビールじゃなくてアイスの方が可愛いでしょ、考えたの今。そうじゃなくて家にあってもいいの。オンとオフが一緒になっちゃうじゃない。いや、でも30分通う間に30分トレーニングできるじゃないですか、うん、すごいストイックですね、うん、家にあった方が効率的なんで。なるほどね、はい、じゃあもうこう言って一番スタイルが良くてね、綺麗な、ゆいちゃんがいますけど筋トレされてますか。筋トレしてますね。どの辺を鍛えてるんですか。くびれですか。でも腹筋、体幹はすごいしてます ね。 で、あの、本当歩みじゃないですけど、はい、私、あの、懸垂用の、はい、こうパイプを購入して、うん、で、うちにもうネジ打ってこう取り付けるようにやっぱね、トップ選手はそこまでやるんですね。あの、今ガチで、あの、トレーニングルーム作ろうと思ってます。マジで、はい、あの、Facebook のね、あの、インスタグラムのアップ楽しみにしてますので、ね、で、あかねの場合は、あ、じゃあ続けていきましょう。いいでしょ、あの、会長、会長、筋トレしてるんですか。私、あ、会長、はい、私、フィットネスインストラクターでヨガとかエアロビクスを教えるんで、ちょっと夏はそっちの方で。あ、お金をもらって自分の体感鍛えて。あ、そうですね、一石二鳥と思って。ついでに基本的に、あの、趣味を全部仕事にしようっていう感じになってるんで。これもすごい技ですねなんで夏はずっとヨガやったりとかエアロビクスやったりとか。ヨガって筋トレなんですかね。まあ、ちょっと今あんまり負荷をかけれないんで、どちらかというとヨガはもう関節の可動域を出したいんです。あと呼吸法、割と私ちょっとこう緊張しちゃったりするんで、うん、まあ、できるだけこう落ち着いてこう臨めるようにと思って呼吸法を習いたくて、でそのままじゃあインストラクター取っちゃいみたいな感じでインストラ取って今は仕事になりました。何でも手に入れちゃう。ちょっと一つもいいですか。ピラティスとヨガってどう違うんですか。あ、ピラティスはもともと、病院っていうんですかね、兵隊さんがこう怪我した時にマットの上っていうんですか、ベッドの上でできるリハビテーション的な感じなんですよ。ヨガは基本的に瞑想とかそっちから入ってるんで、ちょっともう出どころが違う、形とかも違う。そうですね、やるポーズ、ポーズ、ポーズになってくるんで、ヨガだとピラティスだとちょっと今マシーンとかも入ってるような感じじゃないですか。たくさんあるんですね。ちょっと違う、ちょっと違う。
ちょっと違う、超上からですね、大体全然違う。なるほどね。さあ、娘を産んだ、はあ、お母さんはですね、はい、いつも毎年技術展に行くとまず吉岡さんに、お今日もやる気ないねって言われるんですか？言われます。それに対して反論しないと、やる気全然みんなに伝わらないんですよ。そうそうそうじゃない、うん、そう昔からなかなか伝わらないんですよ。いやいや、本当にやる気がないわけじゃなくて、はい、そうなんか今あかりが言った感じで、うん、あんまこうやる気あるように見えないっていう、多分僕もそうなんですけど、そういう匂いがちょっとするからいつもこう言うんですね。それでなんで答えるんですか？そんなこと本当はやる気満々ですって、うん、同じテンションで行くんで、うん、いやないでしょっていう。あ、そういうね。ただ、毎回それだけなんですけど、ボーンと咲かれますね。あんまりこうガツガツはでき基本やらないんですよね。ってことはオフトレの時もガツガツ、毎日走ろうとか、なんかこれをやろうっていうのが全然なくて、うん、気が向いてご飯作ってて、あ、ちょっと片足スクワットやっておこうみたいな。だからほんまにやる気ないんでしょって言われちゃうんでしょ。やってるのも見えない。あ、でもその感じですね。体の使い方はすっごい常に意識してます。なるほどね、うん、まあ、常にトップクラスの方はそういうことを意識してますけどね。聖子さんはもう選手辞めて全く何もしてないと思ったら大きな間違いですよね。あの走り方はアスリートの走りですよ。いやでも年々体が動かなくなってきてるような気がするので、うん、まあ、スキーやっぱ上手くなりたいなってまだちょっと思ってるんで。まだ思ってると。そう、自分の中での課題をクリアしたいなと思ってるんで、まあ、パフォーマンスを落とさない程度には、まあ、力を落とさないようにはしてます。なるほどね。まあ、あとはさっき出たように関節の可動域とか、うん、まあ、そういうのがだんだん悪くなってくるんで、はい、まあ、結構筋力を上げるとか、まあ、鍛えるっていうよりかは、まあ、落とさないようにするとか、まあ、少ししなやかにするとかっていうので、まあ、ストレッチとか、まあ、ヨガとかを入れながら、はい、まあ、結構自宅でできることを中心にやってます。なるほどね。はい、やっぱり通うことを考えたら自宅にあった方がいいっていうのは一つの正論ですね、これね。そうですね。まあ、さっきリュウ君が言ってたように、まあ、あとはたまにヨガの教室に行って結構ビシバシされて刺激をもらったりながらやってます。はい、なるほどね。じゃあ今日ここに来られてる、基礎スキーヤーの方もいます、アルペンスキーヤーもいます、一般スキーヤーもいますけど、この雪がない時期にこれだけはやっといた方がいいよってことをアドバイスできる方いらっしゃいますか？やっぱ会長ですか？うん、会長の言葉と、そうですね、一番ストイックな柏木君からね、一言ずつ、このオフの時にこれだけはやっておきましょうよとか。そうそう、話ちゃんと聞いてないでしょ？いや聞いてましたよ。一回確認させていただいて、エレベーター、エスカレートを使わないで階段を使えとかさ、そういうような、ね、何かもう日常できるような、でもこれやっとけば絶対スキーシーズンプラスになるよってことを、なんかワンポイントアドバイスいただければ嬉しいですね。会長は最後でいいです。先に喋ると言いづらくなると思うんで。まあちょっと締めてもらいたいんです。体をやっぱり動かすことが必要だと思うので、はい、まあ皆さんの生活スタイルなりに、まあ、テニスやるのかゴルフやるのかスイミングするのか、まあ、いいと思うんです。体を動かしてもらって、はい、やっぱりこうスキーってやっぱ運動ってやっぱイメージの世界なんで、うん、こうスキーを測る時間が必ず半年間出ちゃうんで、うん、まあ、上手い人とか好きな人のスキーの映像とかをすごく見ていただいて、うん、イメージアップはすごくしてほしいかなって。うん、体を動かさなくてまず脳内を目で動かすね。動かすときは皆さんの脳みそがイメージが皆さんの体を動かすんで、うん、そういうイメージ作りとか好きな好きな滑りをたくさん見るとか、うん、いうなんだ視覚的なところの情報をたくさんたくさんオフシーズンは入れていった方がシーズンの時にはすごくやりやすいかなと思います。なるほどね、はい、体のどこどこ鍛えるの前にまずそっちをと、はい、そっちも大事ですね。素敵ですね。でもストイックに動いてるじゃないですか、バッキンバッキンに。まあ一応選手なんで。ですよね。罰金罰金じゃないけどこれだけやっといた方がいいよってのあるんですか？腕立て伏せをね10回やるとか50回やるとかそういうレベルとかなんかありません？まあだから僕は持つのはやっぱりストックしかないんで、うん、やっぱり足は主に使っていくんで、うん、でちょっとね足って言えば老化すると足は大の心臓だなんて言われるんで、まあ、軽くスクワットとかやっぱり足に刺激を与えてあげるっていうのはちょっと重要かなと思いますよね。なるほどね、はい、さあ会長以下同分じゃあちょっと真面目に喋ります。はい、大丈夫です。何やってもらってもいいと思うんですけど、うん、絶対に夏に怪我してほしくないなと思いますね。自分もそうなんで、
結局オーバーワークでシーズン前に怪我をしてるんですよ、はいはいはい、なので何やってもいいんですけど絶対に夏シーズン前に怪我をしないようにっていうと、やっぱりウォーミングアップとクールダウン、もうテニスでもゴルフでも何でもいいんですけど、しっかり温めてから動かしてあげるっていうのが、はい、運動前にやってあげるとパフォーマンスも上がりますし、本当怪我止めになるので、終わった運動は終わった後のクールダウンってどうしたらいいですか？もうストレッチでいいと思います。あ、ストレッチが必要なんですね、うん、なるほどね、はい、まあ、できればちょっとね軽く歩いたりとか走ったりとかしてあげてから、またストレッチすると完璧だと思います。はい、もうまとめていただきましてありがとうございます。総評です、井山圭介さん。はい、オフの時間は何をするべきだろう。そうですよね、やっぱり負けないこと、逃げ出さないこと、投げ出さないこと、やっぱり筋トレが一番大事だって。まとめたね、これが一番大事だって。なるほどね、はい、最近は野球とかしてないですか？最近野球は本当に今おっしゃってた通り、うん、一回僕ちょっと野球で怪我したことありまして、あ、それもね、手術しなきゃいけないぐらいの大怪我したんで、そんな怪我したの？で、足首のちょっと骨を折ったりとか。野球で、ええ、あとハムストリングを肉離れしたりとか。はいはいはい。なので、うん、最近はちょっと試合には行くんですけど、うん、出ないようにしてます。あ、なるほどね、やっぱりこの時期に怪我してはいけない、はい、でも怪我をするぐらい好きだったんでしょ？いや、やっぱ怪我をするくらいやっぱ全力でやってしまうっていう、あ、全てにおいてね、なんですけど、スキーで怪我したことない。なるほどね、今日ここに来られてる方、きっと他のスポーツもされてますと、知られてると思いますけど、はい、スキーが本当好きだったら、今やってること少しね、はい、セーブした方がいいってことは、井山圭介君の経験上。で、そして、今おっしゃった会長も、オフシーズンに怪我してほしくないと。うん、で、もちろん、吉行が言ったのように、足は第二の心臓っていうから負荷をかけるっていうのももちろん怪我をしないためですね。というか怪我をしないために体を作るというのはまず先ですね、うん、丸山さん、はい、ね、怪我をしないためにまず自分を大事にし、はい、そこから負荷をかけて、はい、鍛えていくと。最後にいいですか、一つ、というか1時間以上喋ってます。急出しが全然来ないんですけどね、あと12分もあるわ。本音が出ちゃった。結構台本載せてまとめてますよね。ね、頑張ってるんです、とりあえず頑張ってるんです。高くマイク持ってください。はいはいはい、今言った、体を温めてクールダウンをして、無理なことをしないでオフの時間は怪我をしないようにを守りました。はい、でもスキーで勝つために、はい、どの筋肉が一番使うの？どの筋肉が一番使うの？勝つために全部使うと超難しいです、ね。超難しいけど、どこがやっぱ最終的にここはきちんと鍛えなきゃいけない。これ聞きたいですよね。筋肉を鍛えるところ、うん、要するに滑りに勝つためのどこが一番重要なのか。まあね、それすっごい難しいですね。今それだけ上がったからいろんなところが重要なんですよ、うん、重要だろうね。で、勝つためには筋力じゃないと思う、うん、やっぱりトレーニングをするっていう精神力だと思う、うん、だから今怪我をしないとかいろいろありますけど、はい、みんなね、成績を出してる人たちはどっかでオフに頑張ってると思うんですよ。なるほどね、はい、それだと思います。なるほどね、はい、じゃあそのどこの筋肉を鍛えたらいいっていう部位の話は出てこないですけど、はい、すいません。いや、聞きたいんですよ、本当は。すいません、うん、背中の筋肉は絶対必要なのか、はい、ももなのか、はい、もうふくらはぎなのかっていう。すいません、本当に言えなくて。言えなくて、いや、別に謝られても困っちゃうんですけど、ね、でも吉井君なら答えてくれますよね。どの筋肉が一番スキーにはなきゃいけないもの。いやー、どこなんでしょうね。それが分かったら勝てんじゃないですかね。ありがとうございます。じゃあ勝ってる、大輔さんにどの筋肉が一番大事なんですか？なんかピンポイントでなんかここっていうのはなかなかないと思うんですよね。ああ、そういうことですね。誰も答えないですね。きっと答えてくれます、井山君。そうなんですよ、みんなね答えないんですよ、うん、でしょ。もう本当にこの人たち信用しちゃいけないと思ってるから。コンビニのいらっしゃいますと居酒屋のいらっしゃいますとこの人たちのね話一緒だと思ってます。あ、なるほどね。あ、ちょっと難しかったです、ね、難しいですね。一応答えてみましたけど、そんな中身がないっていう話、ね、全然いいです。じゃあどれがピンポイントで筋力ですか？うん、やっぱり負けないこと。もういいです。逃げ出さないことね、うん、まあでもね、全身です。全身の筋肉をバランスよくね、うん、はい。まあ、僕もいろんなプロレスラーの選手とかも聞きますけど、今日は上を鍛えて明日は下半身を鍛えてってやり方は、これ もう正論なんですよね。
まあそうなんですけど、ちょっとまあアルペンレースやってた頃とまたトレーニング内容また違うと思うんですよね。違うんだ。で、まあ、僕らも実際アルペンレースやってた時の、はいはい、例えばウエイトトレーニングの重さの量とかも変えてるんですよね。トレーニング内容を少し変えてるんだから、なんかその辺ちょっと現役やめて近いから、あのアルペン用のトレーニングと技術専用のトレーニング少しちょっと変えてると思うんですよ、ね、あ、そう、変わったところってどこ、うん、アルペンのレースってやっぱりアイスバーンだしスピードも速いし、うん、すごい筋力って使うと思うんですよ、はいはい、で今技術戦ってどっちかというとナチュラルバーンというか、まあ硬くはなるけどそこまでレースっぽい感じでもないから、うん、そのなんだろう、鍛えるっていうのも一番重要なってこう練習量じゃないですか、今度雪上での、はい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 、技術戦になると朝から晩までやっぱ練習するんですよ、うん、でもアルペンの時って午前だけ、午後はリフトレみたいなスタイルなんですけど、はいはい、その1日を滑るためのトレーニングを夏やる、うん、で試合はその1種目1種目でこう何種目ですか、8種目ぐらい、うん、じゃないですか、それを1本ずつしか滑んないから、うん、だから大会中はそんなに使わないんですよね、体力を。なるほど、ね、どっちかというとこう精神的な方が疲れるんですけど、体力そんな使わないから、うん、その前の練習をするためのトレーニングをちょっとするから、うん、筋力というよりもバランス、体力、この呼吸の方だったり、うん、そこまでなんかこうがっつり、よしゆきさんの前ではあれだけどそんなにね、まあタイプにもよると思うんですけど、タイプにもよると、はい、でまあレースはもう完全にパワーですよね、はい、あ、まあ、結局怪我をしないでシーズン迎えるのが一番ベストということと、あとは先ほど吉井君が言った、映像を見て常に雪上にいるようなイメージを作って、楽しいシーズンを迎えた方がいいと。ただこの中でもね、選手として全日本に行くんだという方々が今日いるのをみんな見抜いて、ここを教えられないよということなので、それを見抜くんじゃなく教わるんじゃなく自分たちで頑張ってくれと僕は最後にまとめたいと思います。まあ、そんなですね、あと残り10分少々ありますが、各選手一言ずつね、今日来てくれた方とか、こちら YouTube もしくはフレッシュ TV でアーカイブ残るんで見てくれた方に一言ずつね、ご挨拶いただいて終了したいと思います。じゃあ一番奥のね、あかりからいきましょうか。はい、会場の皆さん、本日ご来場いただきありがとうございます。YouTube、テレビ、テレビご覧の皆さん、ありがとうございます、うん、私は今年10年目の技術戦を終えましたので、はい、11年目今年から歩み出します。まあ、息子もいますので、いろいろ限られることはあるんですけれども、まあ、スキーは障害スポーツですので、うん、まあ、できることを少しずつ、まあ、先ほどの筋力の話じゃないですけど、筋力以外にできることをたくさんもっと増やして、今できないことは一つずつできるようにして、うん、はい、まあ、来年は表彰台も狙いながら、あと10年いけますかね。あ、頑張ってくださいよ。で10年経ったら子供が11歳、はい、まずいですね、そのやってる場合じゃないかもしれない。大丈夫です。はい、続いて会長、はい、お願いします。はい、ありがとうございます。はい、そんな上手な挨拶できないんですけれども、あんなに長く喋れるとこっちも困っちゃうんで短めで、はいはいはい、私事ですが、今回あの独立しまして自分でスキークラブを、はい、立ち上げました。まあ、微力ではあるんですけれども、今後またスキー界が盛り上がっていくように、自分も頑張っていきたいなと思います。大会の方も、皆さんの、スキー技術の向上にも、全力で頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、はい、さあ続いて、はい、皆さん本日ありがとうございます。まあ、私も技術戦今年は表彰台を逃しまして5番という順位になりましたけど、来年また表彰台またはあの優勝ですねを目指して頑張っていきたいと思ってます。またあの夏からも篠原由衣スキーヤーとしてあのいろんな活動をしていきたいと思ってますので、またぜひよろしくお願いします。はい、さあ続いて、筋トレルームを持つあゆみ。はい、今日は皆さん聞いていただいてありがとうございます、はい、と、まあ、プレイヤーで頑張れる以上はしっかり、まあ、技術戦優勝を目指して日々頑張っていきたいと思ってます。でインストラクターとしてもやっぱり滑りで見せれるのがやっぱり第一だと思うので、そのためのトレーニングでも私はあります。なので皆さんにいつもハイパフォーマンスが見せれるように、これからも頑張っていきたいと思うので応援よろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございます。さあ、はい、うん、えちゃん、はい、
皆さん今日は、お集まりいただきましてありがとうございます。僕も今噛んだちょっとだけ。あ、OK、はい。今日もね、皆さんと久しぶりに会ったりして喋って刺激もらいましたんで、また来シーズンも皆さんからあんな滑りしたいなと思われるような滑りを目指してですね、自分を磨いていきたいかなと思います。また次のシーズンに向けて、はい、少し巻きでね、はい、あんた 5番、5番だよね。そうですね、な巻きで、頑張っていきますじゃあ、井山さんじゃあ、井山さん MC になっちゃいましたね。はい、じゃあ、圭介君。はい、皆さん今日はありがとうございました。これからもスキーや、井山圭介を応援してください。はい、ありがとうございました大輔最後ね、じゃあ聖火。今日はありがとうございました。まあ、自分自身も来シーズンに向けて、まあ、どんなスキーができるかなっていうのを、まあ、考えながらオフを過ごしていきたいと思います。まあ、あとは、まあ、ここにいる選手たちが活躍できるように、まあ、私ができることはしっかりやっていきたいと思いますので、うん、まあ、ここにいる全員を応援してください。ありがとうございました。すごいね、しっかりしてるな。はい、じゃあ続いて。はい、皆さんありがとうございました。今の筋トレの話とかもあったので、うん、この中には、スキー道具やウェアやいっぱいありますけど、ケア道具もありますので。あ、そうだね、はい、うんうん、いろいろコロコロだとか、うん、なんかそういうサポーターだとか、うん、そういうのもありますので、ぜひ見ていってもらえたらいいなと思います。で、今歴代のチャンピオンがここにいますので、はい、いるうちに必ず来年優勝を目指して。そうですね、はい、新しい時代を作っていきたいと。いいじゃないですか、時代変えちゃってください。はい、はい、応援よろしくお願いします。はい、リュウ君ありがとう。さあ、ゆうちゃん。今日は皆さんありがとうございました。まあ、僕も43歳になって、まあ、ちょっと技術戦を優勝狙うような主演男優にはなれなそうなんで、まあ、技術戦のキープレーになるような、はい、ちょっと助演男優賞を狙った行こうかなと思います。お、はい、俺はまだまだいけると思いますよ、滑りは。いや、もう助演男優賞狙います。なるほど、はい、この人がいないと優先面白くないなっていうキーペアになりたいと思います。そっちのかっこいいな、楽しいが伝わるな。うん、でも頑張ってください。はい、ありがとうございます。さ、高尾君。はい、皆さん今日はありがとうございました。まあ、スキーヤーとしていろんな活動をさせていただいてますけども、やっぱり選手である以上は、吉岡大輔君にリベンジして、優勝したいなと思ってます。うん、はい、また応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあ、チャンピオン。はい、ピシッと皆さんありがとうございました。また、来年は、ルッツ高原から八方に場所が変わって技術戦開催されますけども、まあ、僕は来年、2連覇を目指してもちろん選手ですから、やっていきたいと思います。男子も女子もおそらく今ここにいるメンバーが中心でこう大会がこう展開されていくと思うので、みんなのことを応援してもらいたいと思います。またサロモンがですね、ちょっと話があるんですけど、うん、今年マテリアルが大きくモデルチェンジをしていて、うん、まだまだ時間がありますので、僕らも栄一と一緒にサロモンのブースの方にもいますから、新しいブースとか板とかいろいろこう手に取って見てもらいたいなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。その1時間でしたけどね、取り留めのない、台本がない1時間でしたが、みんなが聞きたいことを僕がいろいろと聞き出そうと思ったのがこの出題でございました。参考になればいいなと思いますし、このカスタムフェアのこの会場でしか聞けないといいです、特典です。本日はお越しいただきましてありがとうございました。そしてまた来年雪上で会えるのを楽しみにしております。そしてあと残り1日今日ありますけどね、今回のイベントありますが、全力を尽くしてお客様の、ハートを掴んでください。それでは素敵なトップ選手に皆様熱い拍手をお願いしますそして、カメラに向かって、全国で見ている方にまた今度どこでお会いしましょう。さよなら。